高木さんめビビらせてやる。うむって西方の大人のイメージって面白いね。な、敬語を使うこと。はーい。高木さんめ、俺は今先生なのに。余裕そうな表情。これはダメなものは持ってきてなさそうだぞ。ならハッタリで。なんかジャージのところこんもりしてないか。まさかこの余裕の表情ブラフか。どうしたんですか。カマをかけてみるか。そのジャージ何か隠してないか。調べていいですよ。さあどうぞどうぞ。あれ、どうしたんですか。恥ずかしくて触れるわけないだろう。5 4 3 2 1 0。時間切れ。なぜ高木さんがルールを。先生は俺なのに。恐ろしい。まあ今日持ち物検査ないんだけどね。え、あった気が。